の方に行きたいと思います。はい、結構買ったと思う私。久々に7000円超えかな買った。まず GU の前に一つだけウィゴで買ったものがあるから、じゃじゃん、999円のアクセサリーです。やっぱ夏、なんか前動画で言ったと思うんだけど、夏ってさ、やっぱこうシンプルになりがちだから、まあこれ今はアクセサリーしてるけど、こう指輪したりとか、こうネックレスをしたりとかすると、こういいアクセントになるっていうので、やっぱアクセサリーは大切だよねーっていう。で、ここになんかついてるのとかいっぱい持ってんだけど、シンプルなこういうチェーン的なやつがずっと欲しかったんだけど、買えてなかったから、ウィゴーで買いました。ああ、いい感じ、いい感じ。そうそう、こんな感じ、こんな感じ。で、なんか腕につけるやつとかもあったので、可愛いなと思ってたんだけど、なんかジャラジャラしすぎかなーとか、なんかいろいろ考えちゃって、やめました。お、やっぱいいね、これ。で、GU ですよ。パンツが2点、トップスが、3点。買うのは確定してたやつからいきます。知る人は知ってると思います。ててーん！シェフパンツのインディゴでーす！イェーイ！シェフの人が履いてるパンツなのかな？なんか今詳しくは、まあ、なんか載っけとくけど、それがいっぱい出てんの今。動きやすいっていうのが特徴の一つだから、こうゴムなんですよ。で、一応中に紐が入ってるんですけど、両サイドにポケットあって、お尻に1個ポケットあるっていう感じのパンツなんだけど、結構色出ててさ、めっちゃ種類出てんの。で、柄が入ってるやつとかもあるんだけど、あのストライプとか。ジーパンをね、2枚ぐらい持ってたんだけど、捨てちゃったの。だからこういうジーンズ素材のもの持ってなくて、だからシェフパンツのこの柄にしようっていうか、この色にしようって決めてて、やっと買いました。で、これがね、折ると可愛いんですよ。で、素材もね、いい感じの素材なので、これ、1つ目。じゃあ次、じゃじゃん！こちら、コットンクルーネック T シャツ。半袖のホワイトでございまーす。なんてことのない半袖の白 T シャツなんですけど、白 T シャツって大事なの。それも、白 T にも色々な種類があるじゃん。で、これはまず白 T ではない。柄が入ってるから白 T ではないんだけど、ちょっと長めの袖も多いじゃん。GU で、去年買った白い T シャツあるんですけど、白を着てオープンカラーシャツを羽織るとすごいいい感じになるから、すごいそういう格好が好きなんだけど、なんかこう袖が出ちゃったりとか、あと素材がなんかちょっとね、分厚めで、その私が持ってるやつが薄い、もっとインナーとして使いたいからっていうので白い T シャツ欲しいなと思ってたんだけど、なかなかなんかね、なくて。あれでもよかったの、タンクトップ、なんだっけ、レイヤード、レイヤードだよね確か。レイヤードって言ってさ、カラーシャツとかシャツをこう全部締めると、なんかカッチリすぎてるというか、なんかちょっと威圧感っていうか、爽やかさが欠けちゃう。私はそういう感じで、あんま前を締めたくないなって思ってるんだけど、タンクトップあれば、そのちょっと出ることによって白い部分が、それだけでちょっとなんかね、抜けてるの。抜け感だね。抜け感がある感じがするの。本当はタンクトップが欲しかったんだけど、GU のタンクトップマジ人気で、XL しかなくて。いや、メンズの XL 絶対無理じゃんって、もう、デローンになっちゃうから、マジで。T シャツのコーナーバーって見てたら、やっぱ XL ばっかなのよ、もう。たまたまボーンって置いてあった、この S サイズのコットンクルーネック T シャツ。これ試着したらさ、めっちゃいいの。でね、最近ね、ちょっとね、言ってなかったんだけど、私はね、ついにね、透けなくなりました。いや、どういうことかっていうと、今これ白い T シャツ着てんのにミッキーさん透けてなくないって思わない？これ。白い T シャツ着たいのに透けるよね。なんか噂によると、ベージュの下着は透けないって言われてるけど、結局ベージュの下着買う機会がないっていうので、ずっと避けてきたんですよ。の割に、白い T シャツ着たいけど透けるなーみたいな感じになってた。でもこの前ね、2週間前ぐらいに意を決して、もうユニクロ行ってね、買ったの。こちらでございます。ででーん。メンズなんだけど、インナー。多分ね、ちょっと涼しい。なんか汗とかすぐ乾かすタイプのインナーなんだけど、ベージュね。S サイズなんだけど、これをね、買ったの。マジ神だから。なんで半袖にしたかっていうと、脇汗とかも、これが吸ってくれるから、1枚これを噛ませてることによって、透けないし、脇汗対策にもなるっていう。もう私は買ったんですよ。白に。今これ着てるのは、レディースのベージュのブラみたいなやつを着てるのね。だから今透けないの。これだけでいいんだけど、こういう T シャツの下にこれ着ると、見えるんですよ、こっから。で、後ろとかから。なんか、あ、着てるなってなっちゃうっていうので、嫌だなと思って、だからもう一個ね、その別に、ブラ買ったんです。だから私ね、白に勝ってんの。いや、もう有名な話。で、次、じゃじゃーん。スウェットハーフパンツ、インディゴ。これ買う予定なかったの、全然。ただ、店頭でたまたまこう、並んでるの見て、なんかすごい、絶対これ履いてたら楽だよなと思って、買いました。
では残り2点じゃん。オープンカラーシャツのダークグリーンです。緑のオープンカラーシャツです。こんな感じでね、 GU のオープンカラーシャツ半袖は1個しか持ってないので、黒しか持ってない、去年買ったやつで。まあ黒持っとけばまあなんかね締まるんだけど、やっぱちょっと他の色で遊びたいなっていう感じもあって、でいろんな色あったんだけど緑。バウンドとかしやすそう。じゃあ最後、またまたオープンカラーシャツなんですけど、あのね、ずっと前から売ってることは知ってて、すごいギリギリまで悩んだんだけど、結局買いました。じゃーん！オープンカラーシャツ、ストライプ、ブラックでございまーす。ブラックだけじゃなくて、ベージュっぽいものも出たんだけど、こっちにした。こんな感じのオープンカラーシャツ。ということで、以上でございます。はい、ということでですね、本日は GU とまあ WeGo ですね、買ったものを紹介した動画でございました。ということで、最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いします。ミッキー、インスタとツイッターもやってますので、ぜひぜひフォローお願いします。それでは、次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイビーン。しましま。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。